遅くなっちゃった。おじさまが待ってるから早く帰らなきゃ。あの子。私？あなたがここの巫女ね。ここの？突然だけど。あなたには消えてもらわなきゃならないの。え？ごめんね。別にあなたに恨みがあるわけじゃないのね。うん。少しは恨んでいるかな。な、何をするの？自分を切るのは忍びないけど。じゃあね。あ！おとなしくしなさい。それじゃ、さよなら。たっ！やー！これ？マエストロがなんで？邪魔するな！勝手は許しません。おとなしく帰りなさい。いやよ。また会いましょう、ミコトさん。面白い。自ら FA を生み出すとはな。わしとしたことが適正者を見誤ったか。それとも、まあいい。はあ。この前の。一体何だったのかしら。そこの娘、どうだね。占いかな。やってみようかな。お願いします。手相ですか。手など見なくてもわかる。お嬢さんは力をお持ちのようだ。力？うん、世界を変える力だ。何ですかそれ。私帰ります。願い事はないか。言葉にせんでいい。願い事？叔父の病気を治したいのか。なんでそれを。その願い叶えたくはないか。お前はその力をすでに手に入れておる。力。力を欲せばいいのだ。そうすればお前の考える力の象徴の形で現れる。例えば大きく長く鋭い剣。欲するのだ力を。さあ何を迷うことがある。あれを見よ。あれは確かアイドルの。
あの娘も同じ力を持っている。まさか。今にわかる。力を持つ者は多い。だが願いを叶えられる。競い合え力を、奪い合え権利を。これはゲームだ。競い合う、奪い合うってどういうこと？あれ？ちょっとまだ聞きたいことが。こんばんは。え？ライブ見に来てくれたってわけじゃないですよね。あのじゃあ早速やります。やるって。まだ慣れてないっぽいね、お姉さん。でも手加減しませんよ。私絶対に願いを叶えなきゃいけないんだから。願い？まさかあの話。行くよ。やるしかないんだ。変身！最近変なことばっかり起きるの。私疲れてるのかな。いっとっとっと、まいったまいった。私こんな力が。お姉さん素人っぽかったのにこんなに強いなんてずるいよ。あなたいつもこんなことしてるの？たまにね。いつも仕事で忙しいから。でも危ないじゃない。でもほらチャンバラごっこだと思えば。チャンバラごっこっておかしいわよ。光から剣が出てきてそれで戦って、何よそれ。でもさ、願いが叶うんだよ。そんな非現実的な話。大体本当に願いが叶うかどうかもわからないじゃない。はあ、お姉さん強いけど本当に素人なんだね。私たちにとってはこれが現実で日常なんだ。私は願いを叶えるためなら何だってするよ。だって私の願いを叶えるにはもうこれに頼るしかないから。どんな願いを叶えたいの？言いたくなければいいわ。それじゃあ。私のね、すっごいファンの子が重い病気にかかってるんだ。病気？治すのが難しい病気でね、いつ死んじゃうかもわかんないんだって。
から。私、そう、だから次はお姉さんには負けないよ。私もっと強くなるから。願い事か。戦って勝っていけば願い事が叶うのかしら。そうですよ。あなたもデュエリストみたいですね。デュエリスト？え、私たちは自分たちをそう呼んでいます。そう、新参者にはわからないことばっかりね。いろんなことを知るためにも積極的に戦うべきだと思いますよ。ほら、長いものには巻かれろって言いますし、それに知識を得てからの方が正しい判断が下せますし。乗せるのがうまいのね。じゃあ始めましょうか。私、何やってんだろう。こんな非現実的なことが起こってるっていうのにだんだん慣れてきてる。こんばんは。お手合わせ願えますか。やっぱり。ん？あ、ごめんね。あなたを見た瞬間デュエリストだって思ったの。だからやっぱりって。ああ、そんなこと、そんなの当たり前じゃないですか。そうなの？はいはい、質問は後回し。さっさと始めましょう。千客万来ね。あなたもデュエルしたいの？あなたどこかで。先日は失礼しました。あの時の
やはりあなたも覚醒してしまったんですね。覚醒？すぐにデュエルはやめてください。そうしないと。それにあなたはただでさえ危険なんです。私も正直混乱しているの。なんでこんな漫画みたいな話が目の前で起こっているのか。しかも私が当事者でね。説明してもらえる？それはできません。どうして？知らない方がいいこともあるんです。このまま全て忘れてください。私は殺されかけたのよ。しかも自分自身に。かと思えば次から次に戦いを挑まれて、私が忘れたところでこのまま済むとは思えないんだけど。あなたは私が守ります。だから。説明してくれないなら用はないわ。それじゃいいですか。あなたまでゲームに参加する必要はないんです。願い事が叶うとか甘い言葉に誘われてはいけません。願い事？それなら少し考えさせてほしいの。今私に一番必要なのはこの状況の説明なのよ。ごめんなさい。話さない方がいいと思います。そう、わかった。それじゃ。あ、待って。あの時助けてくれたことは感謝してるわ。さよなら。待って、待ってください。ここまで来れば追いかけてきてはいないみたいね。もし本当に願いが叶うなら、私はおじさまの耳を治したい。でもだからってこんな夢みたいなこと続けていいの？もうおかしくなりそう。出てきなさい。よう。人が悩んでるところを覗いて楽しい？悪かったね。そういうつもりはなかったんだ。どうしてそんな力が身についたのか不思議なのかい？ええ、そうよ。私ね、どちらかというと鈍感だったわ。霊感なんかもなかったし。でもね、今の私はあなたが隠れているのが手に取るように分かったの。デュエリスト同士だからだ。なんとかみたいにデュエリスト同士は惹かれ合うし分かり合えるんだとさ。分からないし分かり合いたくもないわ。俺は分かるぜ。え？俺だって最初は悩んだ。こんな得体の知れない状態で得体の知れない奴らと戦うんだ。だけどな、俺には助けてやらなきゃいけない奴がいる。そいつを助けるためだったら俺は何だってできる。あんたもおじさんの耳直したいんだろ？だったらやることは一つじゃねえか。あなた、うん？人の話全部聞いてたの？あ、いや、まあその気にすんない。ダメ、許さない。じゃあデュエルだな。わかった。やるしかないみたいね。悪いが手加減はできねえぜ。 The fire in your heart is burning. Round one. Fight. はあ！やれ！まだまだ。いってよ。
ゃない。よし、ライトニング。あんたマジで才能あるぜ。俺も負けてらんねえ。いつか絶対にあんたを超えてやるからな。差し支えなければでいいんだけど、あなたの願いは何？ああ、俺の妹が病気なんだよ。それもかなりタチの悪いやつな。でも俺バカだから医者にはなれねえ。俺にはこういう腕力頼みのやり方しかねえんだ。そう、ごめん。謝んな。さっき言ったろ、いつか絶対にあんたを超えてやるって。情けとかいらねえからな。俺自分の力で妹を治すんだからよ。そうね。どうなって悪かった。じゃあな、また会おうぜ。ええ。学校久しぶりね。あなたもね。よくわかったわね、私がここで待っていたこと。あなたは誰なの？私はあなた、あなたは私。そう来ると思った。でもね、ここ何日かでおかしなことや謎かけには免疫がついたみたい。そしてこういう時はどうすればいいのかも分かってきたわ。降りかかる火の粉は自分で何とかしなくちゃね。大した自信ね。すぐに始める？ええ、そのために来たんだから。さすが私と言うべきかしら。それじゃあ行くわよ。やらせことには勝てると思って。もう一回、爆発！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 
勝負あったかしら。なぜ、なぜお前ばかり。バイオリンも、おじさまも、そしてデュエルまで。絶対に認めない、絶対に許さない。ちょっと逃げるの？待ってください。またあなた、それどころじゃないの、どいて。短期間でかなり力をつけましたね。世界にも干渉し始めています。私、才能があるみたい。そのようですね。それにだんだん分かってきた、この力の使い方とか、私が何をすべきかとか。それは間違っています。どうして分かるの？あなたを巻き込みたくはなかったので、お話は避けていましたが、なるべく影響が出ない範囲で全て教えます。でもそれによってこれからの人生が変わってしまうかもしれません。それでもよろしければ何でも聞いてください。脅すつもり？どう受け取っていただいても構いません。そうね、まずお互い自己紹介から行こうかしら。わ、クモン・ワカと申します。クモンって聞いたことあるわ。確か古い神社でそんな名前の神社があった。そうです。そしてクモン家は古来よりハジャの一族として続いています。ハジャね。それじゃなぜ私はこんな変身して戦うアニメの主人公みたいになったの？あなたの場合、最初はもう一人のあなたから逃れるため、自らの命を守るために発言したようです。その後ファントムに適正者として選ばれて、あなたもそれを認めた。認めてなんかいない。そう思っていても心のどこかで望んだはずです。確かに不思議なおじさんに会ったわ。最初は占い師かと思ってつい話をしちゃったの。それでファントムって何者？なんでこんなことができるの？どういう仕組み？それは知らない方がいいと思います。そう、まあいいわ。それじゃあ別の質問。願いって本当に叶うの？戦って勝てば願いを叶える権利がもらえるみたいだけど。ファントムの言うことですから安易に信じてはいけません。でもみんな、私が戦った人たちはみんな信じてた。はるか昔よりそのようにして強い願いを持つ人たちを利用してきたのです。ファントムって悪い人なの？ええ。聞き捨てならぬな。クモンの小娘、貴様が出る幕ではない。ファントム。ミコトと言ったな。お前は強い。願いを叶えることもたやすかろう。これはわしを楽しませるゲームだ。ゲームに勝てば願いは叶う。願い。甘い言葉に乗ってはダメです。クモンの娘、あんたの相手は私だ。さあ、ミコトよ、自分の望みのまま行動すればよい。おじさま。ダメです、これ以上は。さもないと私が力ずくで止めます。クモンさん、大丈夫よ。私はこんな話に乗らないわ。それじゃ、こんなことして病気を治してもおじさまも喜ばないと思う。
ミコトさん。まあいい。M、少し痛めつけてやれ。ミコトさん。私にやらせて。やるね。だけど次は壊してやる。危ない。逃げられたみたいです。今の子は何なの？デュエルで傷ついた適正者を狙うスカベンジャーです。ファントムの部下という雰囲気でもありませんでしたが、協力者なのは間違いないですね。つまり自分の望み通りの世界になるように干渉するってこと？そうです。デュエルの結界内はちょうど世界と世界の狭間、適正者同士の願いや欲望が増幅され影響を与えやすくします。世界と世界ってのがわからないんだけど。平行世界と言えばいいでしょうか。同じようで違う世界がいくつも存在するんです。まさかあの白い私？はい、おそらく他の世界のあなたです。他の世界の私がこの世界に入り込んでるってこと？でもこんなケースは初めてなので、なんとも。そうなの？はい、念のため家にある文献なども調べたのですが、古来より伝えられているのは同じ世界の中での適正者同士による世界干渉であって、そもそもなぜ他の世界のものがこの世界に興味を持つのかさっぱり。世界がいくつもあるとかはわかるのに、そういうことはわからないのね。宇宙と同じです。理論でわかることはあっても実際に見なければ本当のところはわからない。見ようと思っても見えるものじゃないのも宇宙と一緒ね。はい、ただ手がかりが全くないわけじゃないんです。手がかり？はい、ナギ、私の妹なんですが、空間の歪みを察知する力があって、今まで感じたことのないくらい異常な歪みが認められるそうです。さっぱりなんだけど。ですよね。なので今から行ってみませんか？その歪みがあるところ？そうです。いいわ、あの子に会えるかもしれないし。また戦うことになるかも。そうかもしれないけど。
手分けしたところで、あてもなくっちゃ見つかるわけないか。電話しよっと。はい。もしもし、私。あ、ちょうどよかった。電話しようとしたところです。諦めましょう。言おうと思ったんでしょ。はい。ジュエリストすら見かけませんし。そうよね。次は妹。あっ！どうしました？ちょっと、空見て。都庁の方。都庁って、どっちでしたっけ？西口よ。西口って…あなたのいる場所も向きもわからないんだから、答えようがないでしょう。あ、それもそうか。はぁ、とにかく空を見て。あ、見えた？はい、空に亀裂が。どこか高いところ、屋上まで上がれるようなビルとかないかしら。探しましょう。ええ、また連絡する。風、それにしても空がこんな風になるなんて。あ、誰か倒れてる。あれはデュエリスト。お前はスカベンジャーか。スカベンジャーって負けたデュエリストを狙う人でしょ。違います。ならばなぜこうタイミングよく現れた。たまたまよ。騙されるか。あいにく私はそう簡単にはやられんぞ。違うったら、私はこのハイエナめ。ハイエナ？失礼ね。あ、もうわからず屋のバカ。やるしかないんだ。The fire in your heart is burning. Round 1. Fight. Ignition. 遅い。はっ。なかなかだ。はっ。はっ。ゲスピント。はっ。なかなかだ。はっ。はっ。ゲシュレッペン。はっ。はっ。なかなかだ。はっ。Ignition. はっ。イグニッシュ。なかなかだ。バカ。トー。私の前に現れるか。わからず屋はおとなしくしてなさい。先輩、久しぶり。ココア、何年ぶりですかね。こうしてデュエリスト同士で再会するだなんて、すっごい偶然。ココア、先輩はココアが唯一気軽に話すことができた人。それなのに、まさか戦うことになるなんて。戦わなくちゃいけない。ええ、ココア、先輩と戦いたいもん。ココア、あの亀裂はあなたがやったの？えへへ、秘密です。ココア、さあ、始めますよ。答えが聞きたいのならココアに勝ってください。わかった。それじゃ、行きますね。
るしかないんだ。いつでもいいわよ。The fire in your heart is burning. Round one, fight. しばらくね、調子に乗って。やっやっ。好きだ。私の高校の時の後輩のココアよ。そうですか。ココア、あなたの願いは何？なんでこんなことを。つまんないの。つまんない？そう、人生つまんない。生きるのもつまんない。それにここにはココアの好きなトーヤもいないし、妹のセリスもいない。何よりココアはユリアルじゃない。何の話をしてるの？さあ、ゲームですよ、ゲーム。トゥルーダークエイジ DDA。 ますますわからない。我が社のグループ企業アスクレイゲームスが開発した MMORPG だ。あら、気づいたの？うむ、先ほどは失礼した。分かればいいのよ。ちょっと話聞いてます？ええ、すみません。つまりココアは考えたの。この世界が TDA の世界になればいいんだって。そうすればココアはユリアルになれる。まさに夢の世界。つまりこの世界をココアの好きなゲームの世界に変えようとしてたってわけ？そうです。そんなくだらないことで。くだらないって、あんたの価値観で話をしないでよ。価値観を押し付けようとしてるのはあなたです。別にいいでしょ。力さえあれば世界は変えられる、そういうゲームなんでしょこれって。遊びの範疇を超えています。当然よ、 TDA は遊びじゃないの。ちょっと落ち着いて二人とも。願いが叶うって話は聞いたわ。でも世界を変えるだなんて、そんなことができるの？願いが叶うということも、多かれ少なかれ世界を変えているということです。ですが別の世界に生まれ変えるとなると、かなりの力がなければ無理だと思いますし、あの空間の歪みを見ると世界にもかなりの負担をかけているのでしょう。これ以上は危険です。危険なんかじゃない、世界が生まれ変わる前兆なんだっておじさんが言ってた。おじさん？ファントムですね。呼んだか？ファントム！ああ、おじさん！少し口が軽いようだな。あ、内緒だったっけ。ごめんおじさん。まあいい、疲れているだろうから今日はもうよい。でもわしはあの娘たちと話があるんだ。行きなさい。
先輩。次は負けないから。さてお前たち、ゲームに参加してくれるのは助かるのだが、わしの邪魔はしないでほしいものだな。ココアをどうやって言いくるめたの？別に言いくるめてなどおらん。あの娘は見込みがあるから、力の使い方を教えているだけだ。気に入らないわ。ほう。あの子は悩み事から逃げてるだけ。それじゃ解決にはならない。あなたももうあの子をそそのかさないで。断ると言ったら？後悔するわよ。美琴さん、ここは私が。大丈夫。ココアが関わっているのなら私も無関係じゃないもの。しばらく見ない間に自信と力をつけたようだな。インフィニティ。うん？自慢の花をへし折ってやれ。よい。退屈しのぎになればいいかな。お前が相手か。よかろう。The fire in your heart is burning. Round one, fight. じゃあ、待て。スケラドフ。スキアブフ。逃げるなら今のうち。遅い。はい。アマタの刃。やっ。邪魔よ、邪魔よ。まだまだ。行こう。アマタの刃。やっ。予想以上だよ。ボディーガードはやっつけたわ。あなたも怪我しないうちに消えなさい。そして二度とココアに近づかないで。では代わりにわしの力にならぬか。くだらない勧誘はやめて。惜しいな。それだけの力があれば望みは全て叶うだろうに。優等生は余裕があるわね。来たわね。同じ巫女なの。私は違った。あなたみたいに音楽の才能なんかない。努力しても認めてもらえない。そしてそんな頼りない私に失望し落胆。でもそれは私のせいじゃない。私の世界のせいよ。あなたは何でも手に入れている。不公平だと思わない？私はこの世界をもらう。この世界の巫女になる。ココアって子だけじゃない。この人の歪んだ思いも歪みの原因。恵まれすぎるのも問題だな。余計な恨みを買うことになる。あなたの気持ちは分かった。でもこんなのってやっぱりおかしいわ。そうかしら。力があれば望みは叶うのよ。この世界の巫女になるってどうするつもりなんですか？あら、そんなことも知らないの？この世界の巫女を殺して私が融合するの。そんな勝手な。力を持つ者が勝つルールなのだよ。
もういい。ミコトさん、あなたたちの身勝手な言い分はもう聞きたくもないわ。間違ってるものを正す、それだけよ。その程度か。今なんて。お前がこの世界のお前を超えられぬことは分かっていた。念の強さによっては能力を凌駕するかと思ったが、結局は使えんやつだったというオチだ。バカにするな。もう用はない。消えろ。危ない。クモンさん、お願い。タッ。ノー。私が相手です。おのれ。待て。大丈夫？なぜ私を。自分が自分を助けておかしいかしら。でも、私はお前を。ねえ、聞いて。あなたは私になりたがってる。だけど、この世界の私だって失敗するし、後悔することもある。それに、もう取り返しのつかないことだって起こってる。おじさまの耳のこと？ええ、でもね、それが世界のせいだなんて考えたこともないし、考えたくもない。逆に自分の力で頑張って結果を出しても、それは世界のおかげなの。それは、それにあなたが人を傷つけて才能を手に入れて、亡くなったあなたのおじさまは喜ぶかしら。私のおじさまだってそうよ。もし私が人を傷つけておじさまの病気を治したって喜ばないと思う。本当の音楽は耳で聞くものではないって怒られちゃうわ。おじさまが言いそうなセリフ。そうでしょ？私、どうかしてたのかもしれない。おじさまが亡くなって。本当に一人になって、うん、ごめんなさい。いいの、あのファントムが悪いの。あなたを惑わせたのは奴なんだから。ごめんなさい、逃げられちゃいました。お疲れ様、クモンさん。いえ、体が。私、自分の世界に帰るわ。いろいろ迷惑をかけたわね。水臭いこと言わないで。本人同士なのよ。
ありがとう。あのファントムは危険よ。多分あなたの力の強さを知ってまた接触してくる。私この力の使い道がなんとなく分かってきたの。ファントムが求める強い力は、逆に言えばファントムを止める力になるかもしれない。また亀裂を作られちゃたまったもんじゃないわ。勝手に世界を変えられても困るし。そうですね。気をつけて。ええ、クモンさんと仲良くやるわ。ミコトさん。それじゃ。さよなら。消えちゃいましたね。ええ、終わったわ。そうですね。クモンさんはこれからどうするの？ファントムを追います。逃げられちゃったんでまた振り出しに戻ってしまいましたが。そう、クモンさんはまだ終わりじゃなかったのね。気にしないでください。それにしてもミコトさんが誘惑に負けない強い人でよかったです。それじゃ。あ、クモンさん、また会いましょう。